して公演もありがとう、クロちゃんもありがとうございます、タコもありがとうございます、こんばんは。今日はあのユイナが昇格後初めてのチーム H の、ね、目撃者公演だったので、ユイナようこそチーム H へっていう日だったんですけど、ね、ユイナも緊張してると思ってたんですけど、なんかリハの時はすごくなんかちょっと大丈夫かなって感じだったんですけど、本番始まったらね大丈夫そうだったので、うん、強くなって成長しているなと思ったし、なんかちょっとヘラヘラしてたんでなんかなんだかヘラヘラしてたので大丈夫そうでしたしっかりガミしてありがとう。そう、あの子ヘラヘラしてんだよいつもそう、タータンさん、マットさんありがとう、コバコバもありがとう。そう、そんな感じですごく、うん、ゆたちさんありがとう。そう、リハの時とかもちょっと緊張してはいたと思うんだけど、本番にね強い子だと思うので素晴らしいです。そう、本番ちゃんとやできる子なので、うん、できる子になってきてるっていうか、もともとはそんな多分本番もちょっとね泣いちゃったりしてたけど、どんどん強くなっているユイナをね、なんか近くで見れているので、これからもね一緒に同じチームになったので一緒に頑張れたらなと思います。でサボテンの MC は今日すごい盛り上がって楽しかったんですけど、そう、昨日のね愛理がさ配信でも話してたし、ツイッターでもしてたんですけど、あ、ポストしちゃってたんですけど、ひじりのねひじりカタカナ事件が早速ね、サボテン OC でちょっと触れてネタになりまして、そうで、まさかのねトレンド入りまでできたので、そうよかったなとそう、ひじりおめでとうって面白かった、すごく、うん、トレンドねすごかったよね。そういうのに付き合ってくださるあの HKT ファミリーの皆さんメンバーともに HKT ファミリーの皆さんに本当にすごい、なんかくだらないことにも付き合ってくれるみんなが優しくて面白くて素敵、最高です。ゆたちさんありがとう、面白いですね本当に、そうしょうもないことですみませんって感じでしたが、それに付き合ってくださるみんなね面白かったです、ありがとうございます、うん、ね、声終わって、そうそうそう私がね見間違えたっていうところからね始まったんですけど、そう、ちょっと気になる方はぜひ DMM で見ていただけたらなと思います面白かった。なんか今日のサボテンメンバーは結構安定してましたけど、ディノとかイエールさんとかと一緒になることも結構多いんですけど、で、あの二人が一緒だと私は結構安心してというか
どうにかなるかなっていつも思いますね。うん、ディノもそうだし、ユエルさんとかも結構くだらないことに乗ってくださったりするし、そう、どうにかなるなって。ねえ、私もユイのサボテンかなと思ったんですけど、星でしたね。でもサボテンは近々来ると思います、きっと。うん、でも想像以上にね、星の衣装がね似合ってましたね、ユイナさん。可愛かったのですごい、うん、HK、 あ、チーム H 関東組、確かに関東組。そう、アイディノエル、アイディノエルやばい。あ、名古屋だ、ありがとう、嬉しいです。そう、今日ね面白かったです。今日愛知初めて劇場で見て、可愛すぎて、ありがとう、嬉しい、嬉しかった。しほちゃんありがとう。うんうん、確かにね、背も伸びて大人っぽくなってってるけど、まだ大人にならなくて大丈夫です。うん、メイクとかもねちょっと上手くなってって。順調に進んでるよ、ありがとう。今日もカチーよ、ラブ、ありがとう。うん、まだ半年、うん、本当にまだまだ先かもしれんけど、あっという間ですね。7月は今日で終わっちゃいます、皆さん。なんかでも8月にフェスが詰め込まれてるから、夏を最大限楽しめそうというか、8月もまだまだ楽しみいっぱいだから、これからだね。ビジュアル良すぎの愛知見てると元気の、ありがとう。PK さんありがとう。うんうん。ないね。見守ります。仕上げたぜ、だって本当。愛知を見たいな。あ、劇場で見に来てください。見に来てほしい、そういう方多いんだよね。うん、まだ検討中だけど、待ってて、待ってる。きちんと、あ、そう、ご飯ね。ご飯今日まだラムネしか食べれてなくて、そう、目の前に来て買いすぎた。うん、近かったね。そう、体調気をつけないとね、ダメなんですけど、そう、なんだか食欲が。でも配信終わったら食べますよ、ちゃんと何かしら食べます。そう、なんかもう本当にね、でもやっぱこう人間なのでね、やっぱりいろいろさ、元気ないなっていう日もあるけど、でもやっぱお仕事でみんなね、やっぱ大人は皆さんお仕事頑張ってるじゃないですか。でも私もさ、やっぱり本当にあのお金をかけて、その見に来てくださる方とかは、まあ、DMM もそうですけど、やっぱ時間とお金をいただいてるわけだから、
なんかね、やっぱり不甲斐ない姿はね、お仕事の時は見せられないなとすごく思って、そう言いますが、でもファンの方にはすごくなんかね、弱い部分を見せてしまったりとか心配かけちゃったりとかもあるので、なんか本当にね、ファンの方にはねすごく支えられてますね。本当にありがとう、みんながいてくれるからこそね頑張れるので、明日14時締め切りで現在4時受付です。だとうん、メールとチャットがあって本当によかった。なんかチャットとメールだったら多分メールの方が見てくれてる方多いと思うので、なんだろう、チャットの方がまだちょっとコアというかなので、なんかチャットの方になんか最なんかよ、うん、送りやすいんですけど、なんかね、うん、何かあった時はまたチャットの方に送りたいなとは思うんだけど、なんだろう、そう、髪型かわいすぎた、あ、え、今日何にもしてないの、外羽なんだけど、ストレートというか外羽にしてみた。遠いですがオンラインで話しましょう。うーん、話したい。話聞こかも踊れちゃってますね、プレゼント送ってありがとう。テンション上がってたかって、なんかね、気分、今日の気分はねちょっとストレートめな感じにしたくて、近い、ありがとう。なんかやっぱり本当に自分のことをちゃんと見てくれてるのはね、ファンの方だなと思ってさ、本当に、うん、カタカナひじりあれ、あ、ひじり、ひら、あ、そうそうそう、ああ、うん、あ、そうなの、あ、1853、ありがとう。あ、ヘアスタイル良き？好きですか？なんかさ、なんて言うんだろう、私を理解してくれてるのってやっぱファンの方なんだなってすごい思うね。うん、本当に、そう、もうすぐ終わっちゃいますが、カタカナトレンド入りおめでとう。8月です、もう。
てっちゃん、ありがとう。なんか愛知が始まって、てっちゃん、パンダさんって呼んじゃったこの間、てっちゃん。まあ私はね、 MC とかも結構任せていただいたり、まあトークするのは好きなので、そう、そこはさ、やっぱ頑張りたいなって思ってるところではあるけど、でも私が理想に、なんていうんだろう、描いてるのは、そのバラエティとして、バラエティ班として頑張っていくじゃないんですよ、私的には。でエンターテイナーにはではありたいとは思ってるけど、でもファンの方ってそういうのはさ、理解してくださってるじゃないですか。なんかね、MC とパフォーマンスっていうのはまた違うものだし、 MC も欲張りかもしれないけど、 MC は MC で楽しませたいなと思うし、そういう喋るのが好きなので、なんかそういう面でも引っ張っていけたらいいなって思うから、それをでもバラエティ班でとどまるんじゃなく、私はパフォーマンスでも可愛いなって思ってもらったり、かっこいい曲だったらかっこいいなだし、セクシーな曲だったら綺麗だなとか、そうだし、そういう、そこは分けて、私は違う姿を見てもらいたいので、なんか、うん、ズッキーさんありがとう。ファンの方にはすごい伝わってるというか、理解してもらえてると思うんだけど、やっぱ私もファンの方がいるから、ファンの方には可愛いって思ってもらいたいしアイドルとしてね、そうで、トークは面白いねって思ってもらいたい、そういう欲張りだけど、そういう理想がね、あるので、なんだろう、そのバラエティー班一本とかでいう風に考えてないので、自分は、うん、そう、やっぱ可愛いねってこう言ってもらいたいから、ファンの方には思ってもらいたいから頑張ってるわけだから、いつもだから、うんね、私だってなんだろうな、ネタに振り切ったことばかりだけじゃなくて、やっぱ、うん、かわいい曲もしたいしっていう、なんか、ね、そういうちょっとした自分のわがままになっちゃうんだろうけど、でもそれは自分のなんか理想だから、そこに近づけるように、理想に近づけるように頑張ってるから、いつも、うん、そう、だからこそなんかファンの方にはいつもなんか支えられてるって、ファンの方がいつもね、なんだろう、自分のキャラ的にそのなんて言うんだろうな、なかなかねこう褒めてもらえることは少ないキャラクターというか、うん、こう、うん、なんて言うんだろうな、そうだと思ってるから、だからこそ、そう、ファンの方が近くでこういつも私のことを甘やかしてくれたり褒めてくれたりっていうのが、あの一つ一つがもう嬉しくて、それが本当に支えになってますね。
そう。あ、分かってます。ありがとう。気持ちがね、ファンの方には伝わってるのと思うし、そう、伝わっててほしいなって思うんだけど。なんかコンサートのセトリとかこう資料とかが送られてきて、なんか結構なんだろうな、いろいろ考えることとかちょっとそうあったりして、うん、なんだろうな、いつものその MC とかそういう面でね頑張ってることとか、こうグループの中での役割をこう見つけて、自分で見つけて頑張ってるつもりだけど、なんかそれがなんだろう、自分をね苦しめちゃってるんじゃないかってすごい考えたりね、その理想に近づける出てないというか、うん、なんて言うんだろうな、うん、すごくね難しい、こう言葉にして伝えるのが難しいんですけど、うん、大人からこう求められてることと自分の理想が違うんですよね。そう。でも私の理想はファンの方は理解してくれてるから本当にありがたいというか、みんなの存在に言葉に支えられてるっていうのはありますね。うん。うん、そうね、そう、なんか難しいんですけど伝えるのは、でも本当に、うん、求められてることと自分の理想がなんか違うってそう思っちゃうだよね。でも難しいんですけどね、なんかけどなんか そこでね、なんか諦めちゃったら良くないと思うから、その理想に近づけれるようになんか試行錯誤しながら進んでいかなくちゃなって思って、うん、なんか自分の一つの壁かなとも思うんだけど、思い通りにねいかないこともたくさんある世界なので仕方がないんですけど、やっぱりその求められてることと自分のしたい理想が違くて苦しいなって、そう思うこともありますけど、やっぱそんな時にね支えてくれるのは本当に皆さんファンの方の存在、一人一人の存在なので本当にありがとうって伝えたいですね、いつも。そうだから本当にみんなが褒めてくれるっていうことがね本当に力になってますなんかただただ甘やかされたいとかではないんだけど、なんかそのみんなの好きとか可愛いとかモチベーションが上がる言葉は本当に私にとって本当に最大のパワーの源っていうか、そう支えなのでね、本当にそうこれからもお願いします
では今日も一日頑張ったので、ちょっとご飯食べてないので食べます。ではランキング読みます。13位、あ、え、黒、え、黒旋風で、黒旋風だっけ、黒旋風さん、ありがとう。12位、てっちゃん。11位、やくさん。10位、こばこば。9位、くろちゃん。8位、マットさん。7位、ズッキーさん。6位、たーたんさん。5位、フォクピグさん。4位、PKさん。3位、フォクピグ、ん ?3 位、ぞうきんさん。2位、ゆたあちさん。1位、だいちゃん。ありがとうございます。なんかね、すごいあんまりなんて言うんだろう、皆さんに元気を届ける立場なのであれなんですけど、みんなに元気をねいつももらっちゃってるんで、本当にね感謝なんですけど、ありがとうございます。いつもね、今日も一日お疲れ様でした。ありがとう。ではでは、また明日ね。あ、好きだな。おやすみなさい。バイバイ。おやすみ。ありがとうございます。ではまた明日ね。